ロホロ落ちるんです。それさ、パチぐらい人気で、チュンムロは映画の通りで、韓国映画のヨンドンで有名なお店。チャンネル登録よろしくね。チョンゲチョンっていう韓国の憩いの場みたいな川もめっちゃ氾濫してて、まあ、木の真ん中のところの木までも全部こんななってます。うわ、ここもどういうこと。この有名なあの俳優が、チュンムロは映画の通りで、韓国映画のスタート、始めの始まり。イビョンオ、ソンヘギョ、ソン、全部有名な。金素현、金素현。昔ながらの昔のキャラ映画俳優さんのキャラクターが描いてます。こうやって昔の映画たち、テジョン영화제最優秀作品賞、監督賞。映画みたいな。チュンムロからミョンドンは一本で行けます。次一駅です。ミョンドンに着きました。今日は韓国のドガンジっていう有名なYouTube で、ミョンドン1位をした中華、韓国中華料理店を行ってみたいと思います。お店はミョンドンの本当に市内の中です。ミョンドンの5番出口から歩いて5分ぐらいのところにあるので、5番出口から歩いて5分での場所に行ってみます。新世界百貨店が見えるところのこの横の通りを曲がります。トガンジン、ここにトガンジンのポスター。夜今7時ぐらいです。7時、8時ぐらいに来たんですけど、ウェイティングがだいたい5組ぐらいありますね。メニューを決めました。このサムソンヘムチャンポンとサンミョンと、この一番有名なコバロー、サチャンタンスユ。ザサイヤなんていう。うわー、これが1万ウォンやったら安いな。この太いのが麺、辛
海鮮ちゃんぽん美味しかった。わー、湯気が出て、わー、で、カイザグゲでカイ包丁で切った麺食べてみます。うん、美味しい。うん、ちょうど良かった、辛くなくて。確かに、うん、辛さ控えめにしたんですけど、うんうん、辛さ控えめで良かった。美味しい。ヤングコーン、スプラージュ、美味しい。炭火の火の焼いたちゃんぽんみたいな味がやっぱり美味しいです。海鮮も結構入ってるな。このまんま、うん、それをかけて食べます。結構お肉もある。うんうん、甘酸っぱくて美味しい。この上に乗ってる青唐辛子がいい感じに刺激的で美味しいです。頑張れ。いけたら美味しいな。うん、うん、外カリカリで中もちもちでお肉もしっかり入る。シーズンサイダー注文しました。結構食べきつんだけど、あ、うまかったんだ。ゆっくりな、食べ頑張ろう頑張ろう。めっちゃ食べた。も結構食べた。お、得た。めっちゃいるか。うん、うん、ここにミョンドンのキムサンボっていうところは釜ご飯とキムチチゲ専門店なんですけど、値段が結構普通に安くて、キムチチゲ1万ウォンで釜ご飯も食べれるからおすすめです。韓国の郵便局のすぐ横の通り、ここのミョンドンのウォンダンカムジャタンっていうところも結構現地の人が多いぐらい人気で、ナキチュクミなんでも来た。こんなんもあるな。こういうあのカムジャタンみたいな、ピョンヘジャンク、ピョンヘジャンクとかブグンジッチンとか美味しいところいっぱいある。美味しい。そう、お湯で白激辛、激辛は危ないな。ビルを持って같이연결돼있다。チャチキン、チキンの種類も多いな。와닭발떡볶이もある。여기쭈꾼만드는별로없으니까난데요。今回はこれ、ピョヘジャンクとこのナッチマンドゥをしようと思います。ピョヘジャンクカナランよ、ナッチマンドゥ、チュクミマンドゥやナッチマンドゥ、チュクミマンドゥ、あー、人気店や、人気店。透明야찹쌀찹쌀찹쌀불러야돼그래서터지표회장그1만원대이거아따까이아따뜻한시루가넘이따갔다이거
お肉がこうやってホロホロ落ちるんですよね。こうやって結構お肉いっぱいついてる。ちょっと暑いと食べにくいのでこっちに避けときます。これをつけて食べます。こうやってうん、おいしい。もちもちおいしい。うん、うん、うん、どこも出ないからこれは。うん、あっさりしてるけど濃厚で美味しい。ちなみにここは24時間やってるので好きな時にミョンドンで食べてるのでいいですね。持って食べたら美味しい。うん、お肉をこうやってちょっとほぐしてこの中に入れてご飯を混ぜてクッパ風に食べる、うん、うわ、うわ、お肉めっちゃすごい。お肉めっちゃいっぱい入ってるな。こんな感じです。옛날 어제 조금 작대. 이제 ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしてアラームをつけるとライブをするときにすぐ気づくことができます。ソウル旅行や釜山旅行など動画まとめで見ると分かりやすいのでぜひチェックしてみてください。 Yahoo ニュースも書いています。 Yahoo ニュースでは韓国のたった1分韓国語シリーズも書いています。メンバーになりたい方は概要欄からチェックしてみてください。アイクラ U のメンバーになると過去のライブを見ることができたり Google マップのお得な情報もチェックすることができます。アイクレユーから YouTube、Instagram などいろんな情報を聞きたい方は iPurpleU メンバー登録の上 Instagram の DM をお願いします。では次の動画かライブでお会いしましょう。バイバーイ。